人気声優の楠田愛菜が今夏にホースミニアルバムを発売することが決定した。これは5月19日土曜日、好評発売中のファーストシングル、ハッピーシンキングの発売記念イベント最終日に、楠田からファンに直接伝えられたもの。前作、ハッピーシンキングから短いスパンでの発売となる本作は現在、制作真っただ中とのことで、前作で新たな一面を示した楠田が、どのような作品を送り出すのか、続報を楽しみに待ちたい。さらに、発売を記念して6月1日金曜日20時より、ライブ配信サイト、ショールームで特別番組の放送も決定した。この放送で、ミニアルバムについてのさらなる情報が発表される予定とのこと。お見逃しなく。You ショールーム、楠田愛菜ホースミニアルバム発売記念生放送6月1日金曜日20時 https://www.shoulderarome-alive.com/kusudaina オフィシャルサイト https://aina-kusuda.net/